皆さんこんばんは、レイちゃんでございます。この忙しい時にですね、ご無理なことをお頼みしまして、実はこの、俺が話しとるから喋らんとってな俺だけの世界なんやからな。この方 の、 あの息子さん、息子といってもあのちあじゃない、ではなくて息子さんの方ね、が今日あの今年就職をして東京さん行って、で先ほど練習中に電話かかってきて、お母ちゃん9時半に帰る。まあ素晴らしいお母ちゃんだよ。まあまあ気色はそうですよ。22もなって25。大学院まで行かれたらしい。アホなんです。アホは三菱なんとかに行こうな。はい、それでは、ちょっといろいろあって、先月と今月ですかね、いろいろ前あの3人でやってた、ね、皆さんご存知のように高さんが亡くなって、でまあ四十九日までは黒着て、1曲か2曲ね、高さんのところの曲を使う、歌わせてもらおうということで、1曲目「時のない世界」。You know it.
うもありがとうございます。ね、2曲目はほとんど知らなかったんでね、すいません。一緒にしたことがあって、初めて絵のない絵、そうそう、絵のない絵本という、まあ、本当にね、まあ、今だから話すっていうわけじゃないんですけど、あの、王さんとは本当にあの、いろいろその喧嘩もしたし、喜んで、ね、泣き合ったり、いろいろして、あのね、D45 っていうところに僕ら3人で出ることになった当日ですよ。子供さんから電話かかってきて、すいません、うちの親父がちょっと救急搬送されまして、瀬川さんでしょうかと、いや瀬川さんにあの行かれないっていうことを言ってくれと、で電話かかってきて、おお、たかい、まあもう僕はもうその頃ったら言うたらもう3、4回もうあの入退院を繰り返してね、胃の全摘をしたり腸捻転したり心臓の病気になったり、低血糖症かな、あの飴玉の涙とかなくちゃ意識がこう飛んでしまうっていう。でまあその D45 でまあしょうがないというか、まだその時まあ打ってなかったので二人で出てて、ほんで何歌っとった時かな、こうわーで、あの、そうそう、やろうかってやった時、はい、だからお前言うなよ、横からほんま一番ええとこ話そう思って、一番ええとこ持っていくなよお前、もうほんまに。ほたらほたら冗談抜きでやりましょうかってパッと見たときに、あの降りて階段もね、スロープがあるんやけど、ポトンって足のない王さんがいるんですよ。まあ なんてことはね、机の下にかね、まあ、その時に僕が、ああ来はった、来はったんや思えてこれに、あ、王さん来たで、あっちからあっちから来たでで、よく見たら本物なんですよ。だから幽霊じゃない本物は。だって救急搬送されて、ほんでライブに出ません、足のない黄さんが立ってる、それはもう出たやろ、もう完璧に。ほんでね、ね、で、で僕らがおかしいことしてるとみんながざわざわして、あ、黄さんや黄さんや、あ、みんなにも見えるやろかって。いやもうほんまにもうなんか嫌な汗がダーッと出て、で どんな人なんですかって、治った、やっぱその人も大丈夫。でもなんかぶら下げてきたんですか、ね、ああそうそうそう、あの何やった、バルーンか多分点滴か何か分かんないですけどね。もうほんまにもうほんでね、じゃあもう今日さん、あの来られたらいいんですけど座っててくださいって言うたら、いや俺打つでって言い出して、違う、みたいな、あ、結局打ったんですよね、そうそう、ここにぶら下げて打ったって、注射打ったんちゃうんですか。そうなんです、そんなことがあったりとか、いろんなことがありましたよね。いろんなことちょっと喋ってまあほんまね、3年半ぐらい一緒にして、今はコージーズっていう、あやのぶさんの方と一緒にやってて、やさきですよね、うん、で、ボーカルをね、なぜかやって、いやみんなね、疲れては死んだって、死にはったって言うけど、本当にボーカルしてて楽しかったっていうことを妹さんから聞いて、あ、なんか良かったなっていう感じもすごくしました。まあ、うちらね、どう考えてもここの中ではボーカルできなかったんで、もう歌いたかったのかなと思って。俺が上手かったからね。ごめんごめん。笑うとこやね、ここは。まあね、早かったですけど、まあ、最後は幸せやったのかなって妹さんも言うてはって、ほんでまあ、ね、お通夜の方はその家族葬やね、家族葬やったんでお顔だけ拝見しに行ってきたんですけど、笑ってるんですよ、ここが上がって、笑うてはった、ね、あの家族葬の本葬の時にはもっとこう口角が上がって、妹さんから電話が瀬川君のように、もうどうしても葬儀終わったって、あのおかげさんでねって、もっと笑って旅立ったわっていう報告があって、ああなんかこう未練もあったやろうなとか思うんやけど、あ、よかったなって思って、うん、でもこの間私のとこ出てきましたわ、夢に。君のところはよう出るんやな。よう出るんですよ、亡くなりはったのね、朝ちょっと。よう出る、よう出る、よう出る。ほんでこの間めっちゃ怒ってて、なんで俺だけライブで出られないって怒ってるんです。いや、もっと出たかったやろうなと思って、なだめることもあるの最後だって言った感じではでは、今日はね、夜が花火に行けませんけど、ここにいるんで。
たんですよ。これね、リズムがね、おかしいわ、うん、おかしいアプロの人の曲なんですけど、ね、ポピーなんですけどねこれね、あのレニっていう女の人の歌なんですけど、その、 あのライブの中の歌なんですね。多分難しいでしょしまったリズムも難しいでしょ。難しいです何拍子これ合わすのが本当に大変なんですよ。歌のタイミングもめっちゃ難しい。まあ、ようこんな歌ばっかり持ってくんの。そんな癖があるじゃん。さっきの話じゃないんですけどね、まあ、コウさんだけでなく、僕の友達やら、知ってる人とかで、そんな人が、まあ、ちょっと意味でもないんですけど、命が、まあ、尽きてしまって、亡くなって、なんか僕も年を追ってまだ元気や元気やって思ってるんだけど、なんかこうお前もいつかは死ぬんやっていうのを叩きつけられたような、そんな 1,2 ヶ月のような感じがしました、うん、今夜の月はね、今夜の星は、何色に輝いているのか。今日は花火の赤ですわ。赤か、うん、俺はブルームーンやと思うけどな聞いてください。You're my sunshine, you're my sunshine.
じゃない。知るかですね。センチです。センチ言うても、これ1センチ、2センチ、3センチ。これ合わせてくれてありがとう。ありがとうございます。皆さんと遊んだんちゃうわ、聞いていただいた時間も、もう最後の時間になってしまいました。相方は私を捨てて、もう帰ります。この歌もね、ちょっと相方話してください。いや、マイクどっか行ったの？マイクがどっか行ってもうたそこにあるわな。それはそれ抜くわな、普通はな。ほんで、皆さん、遅れやして遅れやしてって言わんわな。シーンとしたやないか。どうしてくれるね。最近瀬川さんね、デイサービスってあるんですわ。デイサービス。俺が言ってるわけじゃないからね。施設で、ね、ちょっと人が足らなくなって早くチューニングを行ってるって言っても仕事に行ってるんですけどでね、今日行きしにね俺最近ちょっとデイサービスで仕事してるんでめっちゃ楽しいで一個チーチーパンパイってめっちゃ可愛いしなって言ってなんか適任やって言って帰ってきはりましたね。話そんだけか。まあ、もっとなんかこう具体的におもろいことがあったとか。あ、そうそう。この間ね、ピックを帰りにハニーボーイでライブの帰りちょろっと楽器屋さん行ってその近くに映画をやってたんですよ。違った。覚悟してやらんとか。いやいやいや。ほんでね、映画やってたんですよ。ミュウの逆襲。ほんでね、それをねミュウの逆襲の。ミュウちゃんの逆襲ってなんやんって言って真剣に言ってました。真剣にありがとうございますね。ミュウちゃんももうほんまに有名になったもんね。この間なんか自動車乗っとったもんだ。今度は空も飛ぶねんな。容姿がもう全然尻尾あったもん。あれはオスやな。どうしてくれんねん。でこの間ね、ミュウちゃんに東京のラジオに出させていただきました。ありがとうございました。そうそうそう。まだね、出そう出そう思ったらお父さん亡くなったからちょっと出せなくてまた固めてもうパパパって四十九日過ぎたら一応四十九日まではもうにしようって二人で決めたんでなんかもうずっとライブもクローゼットで出ましょうということで。でも初詣なんですか。初詣になるやと思います。でも僕行く前に帰ってきはるんですかね。どうぞ途中でご行きます。またライブハウスの端の方にね今度出たらもうまた報告しますわ。皆さんにも呪いが移ります。呪いが残らないな。あんまりね、あんまり急やったんで私らもほんまに夜中に電話したら眠くなる。え、何やって何やってって何べんも聞き直してました。ちょうどね、同級生の上田さんっていうギター屋さんがいるんですけどその人がフェイスブックに出した時に私たまたまフェイスブックを開いて5秒ぐらいやったんですけどですぐメール入れたら実はほんまにこうなったんや言ってで妹さんの方に連絡して、まあ、お顔だけは見に行かせていただけるっていうことで、うん、家族葬やってねもう本当やったらもうお断りされるっていうことやったんやけど無理言ってその妹の伊佐子さんっていう人がいるんやけど無理言ってねでやっぱり見に行ってよかったなと思って、うんうん、あ、しまった1カップやっとこんなんでしょ。時間来るんですこのおじあ、もうタイムアップあそうだじゃあ、ありがとうちょっと待って、ほら音と違うもんほら、ちょっと面白いこと言って。面白いこと面白いことってね、あんま面白いことないです。あ、今度明日。明日ね、インベンディリーやったかな、奈良の新しいお店に呼んでもらって行くんですけど、なんか最近奈良とか和歌山とか地方多いんで地方営業みたいで。地方営業。まあどんなお店かすごい楽しみな。またね、行ってご報告でもできましたね。では、行きましょう。はい、はい、ちょっと時間取らせてすみませんでした、はい、今日でも話はちょっと短めようとし始めようはい、まあ、はい、巻きでいきます桜、最後の歌になりましたけど今日はお招きありがとうございました。また呼んでください。
次は